足も緩んできてますね。張り感弱いですよね。こう痛みが。ああ、そうっすね。背中がとにかく硬いんですね、今日ね。着替えるだけあって。右なんですね、左よりね。ああ、そうそう。こっちの方が入りますね。多分また右が上がってたんですかね。ああ、ですね。注意はしてるんですけどね。でもやっぱり左のかかとに乗る癖があるんですかね。ですかね。確かに歩くとき、あ、左右対称じゃねえなってのはやっぱ分かるんですよ。足の開き方も違うし。そうですね。左足の方が外に行きますよね。こう一旦ふくらはぎのラインというか。右はま割とまっすぐなんですけど、左が若干 X 脚っていうんですか。左下が。外にカーブしますね。そこ効くんだ。ではこの辺りで仰向けですね。はい。そうですね。なんか右が今こう外に倒れる状態ですね。そうですね。開き気味なんです。開き気味ですね。
大丈夫です。新しい角度ですね。でもこれで倒れなくなりましたね。おー、はい、ちょっとやっていきます、はい、詰まってる感がありますね。うん、